はい、レントルパパです。はい、このチャンネルはですね、アルファードベルファイアのカスタムを配信しているチャンネルでございます。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ここ最近ですね、私ちょっと夢にも出てくるようになったんで、ちょっとね、かなり禁断症状出てるので、こちらの商品をね、ちょっと今から問い合わせしたいと思います。まあ、メンバーさんであったりとか、ライブに頻繁に来ていただいている方はね、私がホイールホイールというね、ことを連呼してるのを聞いてると思うんですけども、先日ですね、ちょっとマルゼンですね、近くにマルゼンがあるんですけども、こちらの方にですね、欲しいホイールと、まあ一応安いタイヤと希望のタイヤの見積もりをね、依頼したんですけど、ちょっと連絡がないということなんで、もうこの際ですね、思い切って、動画の方でですね、問い合わせをして、一部資料を皆さんにね、聞いていただこうと思います。では実際にですね、私の欲しいホイールなんですけど、こちらですね、クレンツェンのベラーレっていうやつですね。こちらのホイールが欲しいんですけども、一応 SBC ポリッシュってやつですね。以前の20件の時にも使ってた、そのカラーリングっていうんですかね、メッキの部分とちょっと黒いところとちょっと交互にあるようなデザインなんですけども、そのカラーリングで選択していきたいと思います。で、タイヤに関しては一応マルゼンの方では21インチが 31,320 円からとなっておりますけども、これが一番最安値のタイヤなんですけども、この一番最安値のタイヤがどのタイヤかっていうのを一回確認してですね、一応ニットのタイヤであれば妥協できるんですけども、ニット以外のハンコック製ですね、まあ韓国とかで作られているような多分商品だと思うんですけども、そういった商品っていうのはちょっとあまり個人的にはあまり好きじゃないので、まあニット製のものであれば妥協点かなというのと、あと車高調ですね、特にそのメーカーのこだわりなくしてですね、減衰力調整ができれば何でも OK という条件で見積もりを取っていきたいと思います。で、予算的にですね、50以内に収まればまあよしかなと思ってるんですけど、今のところですね、一番最安値でも、45万以内に収まるような感じなんで、実際に今から電話していきたいと思います。ではやってみましょう。あ、もしもし。はい。あ、ちょっと見積もりをお願いしたいんですけども。お値段。はい。クレンツェンの、はい。ベラーエ。はい。で、21インチ。はい。で、一応、アルファードなんですけども、30系。はい。で、できれば、インセットを結構、ツラーに持っていきたいんで、9.5J ぐらいですかね、大体。そうですね。前後 9.5 ですかね。まあ、後ろ10とかも入りますけど、インセットで合わされる方が、うん。まあ、そんなにタイヤも引っ張らないんで、あ、後ろ。9.5でインセット変えるので、合わす方の方が多いの多いですけどね。あ、10まで入ります。後ろは、やっぱりホイールの分、値段が高くなりますかね。まあ、そうですね。なんで、まあ、9.5インセット、では値段変わらないんで、はい、そこがいいかなっていうのはありますけどね。ああ、そうなんですね。それとあとですね、車高調と同時装着をちょっとお願いしたいと思っているんですよ。はい。で、特にメーカーのこだわりはないんですけども、はい。減衰力調整があればいいんですけど、一応最安値のやつで、だいたいおいくらぐらいになるかなと、タイヤホイール車高調3点セットですね。まずホイールの色は何色で見られてましたかね。ホイールはね、 SBC のポリッシュですね。 SBC ですね。はい。でいくと 9.5J のベラーエ、タイヤのメーカーは何かおっしゃいますかね。これ今ね、ホームページで見てるのは4本セットってなってるんですけど、はい。これは何がセットされてるんですかね、タイヤは。中国製が入ってると思いますね。ああ、そうなんですね。はい。そしたら日東の。日東でいきますと。はい。工賃と対応ホイール4本の金額が。はい。39万8980円。
タイヤホイールね。はい。はい。で足回りが、まあ、減衰の、ついてるもので、フルタップ式でいくと、まあ、テインさんのフレックスレッドというものが一番安いんですけど。あ、テインですね。はい。テイン、はい。こちらで、13万3100円ですね。ということは、合計で言うと、50万ぐらいですかね。50万ちょっとぐらいですかね。はい、13万2080円ですので、はい、あともナットリーがこの中には入ってないんで、はい、本当は5000円から、1万5000円ぐらいのものがあるんで、はい、まあ、54万5万ぐらいですね。これは、あの、値引きはどうなんでしょうかね。この電話で値引きするっていうのは言えないんで、あとはもう店頭来ていただいて交渉になりますね。ああ、そうなんですね。はい。で、一応金利手数料に、無料って書いてるんですけど、これは一応40万円までが、ローン組めるってことなんですかね。あ、そうですね。24回まで金利手数料ゼロなんで取り付けまでされれば。これは、あの、上限なしですか？その、全部フルローンでも大丈夫なんですかね。そうですね。まあ、一応40万円までっていうのは決まってますけど、はい、まあ、そこも交渉していただければ。あ、そうなんですね。はい。わかりました。そしたら大体ナット入れて53万から5万ぐらい。そうですね。見ておけばいいってことですね。で、あとは、店頭での値引き交渉ってことですね。はい。わかりました。そしたら近いうち伺います。わかりました。ありがとうございます。お願いします。はい。ということでですね、ちょっと思ったより高いですね。はい。ね、一応、やっぱりね、最初のね、私が、あの、セットのタイヤはダメですよって言ってたタイヤ、やっぱり中国製だったんで、これはね、本当に私、過去に一回経験してましてですね、1000キロぐらい走った時点でもうね、振動が出るんですよね。だからそのタイヤっていうのが予測ついてましたんで、それはダメですっていう話をね、してたんですけども、まあ、予想通りでしたね。で、まあ一応タイヤホイールで約40万。で、テインさんの方ですね。テインの車庫調で、まあ一応私個人的な減衰力調整は最低でも欲しいので、まあ特にそのね、こだわりはありません。テインがいいとかね、HKS がいいとか、ブリッツがいいとか、そういったこだわりがなくてですね。まあ要は車高調整ができて、ね、減衰力調整ができて乗り心地がね、調節できればそれで OK なんで、それでもやっぱり53万から5万ということなんで、これはね、ちょっとね、無理だな。ということでね、まあ一応妄想を楽しんで、実際にね、金額を知って、まあ夢と散ったわけですけども、これをね、次の新車の方にね、蓄えていきたいと思います。はい、まあこれをね、参考にしていただいてですね、21インチね、車庫長を考えている方に関しては、少なくとも50万はいりますよっていうことが分かったと思います。で、これカーポートマルゼンさんってね、私、個人的には今までのショップさんの中で一応ね、一番安いショップさんで、まああとは店頭に行ってね、値引き交渉は効くと思います。これは全然値引きしてくれると思います。で、一番ね、多分今のお話の流れでは50万ぴったり、税込み50にはしてくれるんじゃないかなと思いますので、まあ、皆さんもね、気になる方はぜひお近くのタイヤショップ、カーポート、マルゼン、富士コーポレーション、でタイヤ館、いろんなね、タイヤホイール専門店ありますので行ってみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画ですね、参考となったと思われた方は高評価お願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、当社によるですね、メンバーシップ制度を導入しております。メンバーになると、メンバー限定の動画、メンバー限定のライブですね、こちらの配信をしております。また、LINE グループへのご招待もしておりますので、車いじり初心者の方ですね、どんどんコメントたくさんいただいているんですけども、すぐにお返しすることができておりませんので、ぜひね、メンバーシップ入っていただいて、LINE グループに入っていただくと、私常にパソコンの前で作業してますので、LINE であればすぐにね、お答えすることができますので、ぜひね、メンバーシップ登録よろしくお願いいたします。また動画の配信、ライブの配信は Twitter を通じて皆さんにお伝えしておりますので、ぜひですね、Twitter アカウントを持ちの方、私のフォローよろしくお願いいたします。こちらの動画ですね、最新の動画となっております。こちらの動画、おすすめの動画となっております。この後もご視聴よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。50万円ください。